おい待てよ待てって言ってんだろ。どこ行くんだよ。駅こっちじゃねえじゃん。こんな時間にフラフラしてて、ナンパ待ちだと思われたらどうすんだよ。しかもまだ泣いてるし。あのさ、さすがに言い過ぎた。そのいろいろあったから、さっきのライブでイライラしてつい。だから言ったじゃん、今日は帰れってさ。だからもう泣くな。なあ、俺のこともう嫌？だってさっきあんたがもういいって言うから、ついに限界来たのかなって思って。俺と一緒にいんの嫌になった。あ、そう。ならいいけど。つか、あんた超体冷えてんだけど、ライブだからって薄着してくんのよ。とりあえず、これでも着とけ。ツアーグッズのサンプルで俺ちょっと着たけど、ないよかマシだろ。それ着てまっすぐ家帰れ。今タクシー拾ってやっから。次会うときは、俺ももうちょい冷静になってると思う。つか、なってるようにするし。風邪とか引くなよ。めんどくせえから。全然空車来ねえじゃん。うぜえ。あれ？さあ、あの感じじゃ、相方もスタッフも打ち上げとかいうテンションじゃねえだろうし。俺も帰って一人で酒でも飲むわ。ん？なんだよ。何その顔。もしかして、帰りたくないとか？あんたってほんとしょうがない女だよな。物好きっていうか、毎度こんな目に遭ってんのになんで俺と一緒にいたがんの？俺のことそんなに好きなんだ。何赤くなってんの？自分で言ったくせに。でもな、残念でした。俺のが好きだよ、あんたなんかよりずっとな。こんな俺のこと見捨てない奴なんてあんた以外にいねえし。なあ、帰らねえって言うなら、このまま俺んち、来る。ふん。だったら、さっきのこと、全部帳消しになるぐらい、べったべたに優しくしてやるよ。朝までずーっとな。って、何笑ってんだよ。さっきまで泣いてたくせに。変なやつ。笑ってられんのも今のうちかもな。
俺を見捨てなかったこと、後悔すんなよ。